動画マーケティングの竹谷社長です。皆さんお元気でしょうか、動画また見ていただいてありがとうございます。さて今回もですね、前回に引き続きまして、ある地方都市のですね、建設会社さんのメッセージの視聴回数をずっと追っかけて見てますね、こちら出してますけどね、はい、これをですね、どんなふうに読み取っていくかということなんです。これは時間軸で出してますのでね、非常にですね、コマーシャル打ってるわけでもない、でも自然にですね、お客様が YouTube の中で検索をしてですね、要はこの社長からのメッセージを受け取っているということなんですね。ということはこのデータをベースにしてですね、いろんな戦術が作られていく、仮説を立てていく、そして実際にお客様からの反応、直接会場で会われたらどうだろうかということを、要は資料として取っていくというふうなんですね。これがですね、新しい時代、これからの時代、これをですね、会社単位じゃないですね、民間レベルで活用してくださいということなんですね。それが要は俗に言う SNS の利活用というふうにつながっていきます。こういうですね、小さなことをですね、民のレベルでやっていくとですね、非常に効果の高い、費用対効果の高いですね、売上収益につながっていくということになると思います。ということで、動画マーケティングの竹谷社長がお送りしました。